はい、それではですね、論文本試験に向けた学習切り替え法の方を始めさせていただきたいと思います。森村先生、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。それでは論文本試験に向けた学習切り替え法を始めたいと思います。企業法を担当いたします森村です。企業法というのはもう皆さんもご存知のように、担当式試験と論文式試験がもう別の科目というぐらい要求されている能力というのが異なる、そういう科目ということになってきます。したがって担当式試験合格された方もですね、今度は論文式試験に向けてその学習方法を切り替える必要性があるということですね。では、その論文式試験で試験委員の先生がどういう点を注意して採点しているかという論文式試験の評価基準というものが金融庁の方から発表されています。読んでみますと、論文式試験は公認会計士になろうとするものに必要なまず学識があるかということを判断されます。および応用能力があるかということ、それを最終的に判定する試験とすべく、特に受験者が思考力、判断力、応用能力、論述力等を有するかどうかに評価の重点を置くというふうに書かれています。ですから、この応用能力というのがこの4つの力ってことになるんですけども、その応用能力に対応するものとして学識というのは基礎力というふうに考えることができると思います。じゃあ、その基礎力とは何かということなんですけれども、それは一般的に知識と理解というふうに2つに分けることができると思います。知識というのはその事柄について知っていると。で、理解というのはただ知っているだけではなくて、それがどういうことなのかということが分かっているということですよね。この2つが両方とも学識として基礎力にその含まれるものということになります。そしてこのような学識、知識や理解というものは本試験の試験形式の中でどういうふうにして測られるかということなんですけれども、評価されるかということなんですけれども、企業法の試験の場合にはまず出題形式に着目しますと、制度説明型問題というのと論点型問題というのがあります。制度説明型問題、この後もうちょっと詳しく説明しますけれども、一つのテーマに従ってですね、試験委員の先生が設定したその一つのテーマに従って3つないしは5つの条文というのを探してきて、でその条文を要約してその上でその条文の趣旨を書くという、これが制度説明型問題の基本的な形ということになります。これを次のページにもうちょっとだけ詳しく書いてあるんですけども、制度説明型問題ですね。そして答案というのは、その答案の型というのがね、何を書くかという内容だけではなくて、それがその試験員が要求されている答案の型にちゃんと当てはまっているかというのも一つ重要なところなんですけれども、制度説明型問題というのはおおむねこの2部構成になります。総論と各論ということですね。で、総論というのはその一つのテーマについて、出題されたテーマについて、一体なぜそういう問題が出題されているのかとか、あるいはこれから3つないし5つの条文を要約して書いていくんだけども、その3つないし5つの条文というのはどういう統一性を持ってるんだという、そういう、まさに総論ですよね。それを書くということになりますね。で、その上で、あとはその条文とその趣旨。趣旨というのは、条文の存在理由というようなものですよね。ですから、3つ条文書く必要がある場合には、条文を書いて、その趣旨、その必要性ですね。なぜそんな条文があるんですかということを書くことで、単に条文がどこにあるか、どういう内容かを知っているだけではなくて、分かっているよってことを示すことができるんですね。ただ、これも簡単にそう言いますけどね、実はその条文を探すというのがすごく大変なんですね。で、最近でもですね、例えば直近の令和4年の第2問ですね。で、これ問いの1で何が出たかというと、過去問というのはもちろん過去問レビューの講座を取ってもらってもその方がいいんですけども、金融庁のホームページに行くと、最近の過去問は載ってますので、それで見ていただきたいんですけども、新設分割の債権者保護手続きっていうのが聞かれてるんですね。問1も問2もそうなんですけども、合わせてですね、聞かれたのが新設分割なんですよね。新設分割の債権者保護手続きなんていうのが出たわけですよ。で、探さなきゃいけない条文は、これも項番号も入れて3つぐらいだったんですけども、それを探すのが大変なんですよね。じゃあどうやってこれを探せるようになるかとしておくかというと、基本的に条文を、1回は本当はねざっと読んでおくっていうのがいいんですけども、なかなかその時間も取れないと思いますので、少なくとも条文の目次ですよね。条文の目次と、あとその各条文の見出しというのには慣れておいていただきたいと思います。例えばこの今皆さんですから新設分割の債権者保護手続きについて条文引いてくださいって言われて探せますかね。何分で探せますかね。これだから10分以上かかってるともうその一つの証文を埋めるためにもう時間オーバーになっちゃいますから、探すだけで10分かかってるとね、だからそれ少なくとも10分以内で探せるようにってことはやっぱり条文の目次と大体どこにどの条文があるかっていうのは知っておく必要がありますよね。あるいはさらに令和3年のですね第1問の問い2なんかですとですね、株式の共有なんていうのが出たんですよね。共有者がいる場合の株式の権利行使ですね。でこれは条文探すのは割と簡単かとは思うんですけども、ただその実際聞かれている内容を書かなきゃいけない内容というのが民法にわたるようなものですので、これもやはり制度説明型問題としてなかなか書き上げるのは難しかったですよね。あるいは1年飛んで令和元年の第2問の問い1なんていうのはですね、問い1というのは、これは簡易株式交換なんか出ちゃったんですよね。もちろんこういう問題というのがですね、今年出るかというと、二度と出ないような問題ですので、これ自体の知識を今から獲得するっていうのが大事なんじゃなくて、こういうわけのわからんところにある条文を探し出せるかですよね。10分で探し出せるかって、そのための能力っていうのはこれ大事だと思います。で、その大体今は小問が4つ出るわけですよね。大問2つ出て、そのうち大問が2つに分かれてるってパターンが多いですよね。でも1問白紙、小問1つ白紙にしちゃいますと、あとの3つよっぽどできてないと合格難しいんですよ。ですからなんとか白紙は避けると。そのためには制度説明型問題で書くべき条文を探せなかったら、もうだってそれでアウトですからね。ですからこれ脅してるわけじゃないですけども、本当に条文のその目次というのはしっかり押さえておいていただきたいです。そして条文というのはご存知の方も多いでしょうけれども、題から章に編章節巻目って大体こういうふうに題から章になってるんですね。編章節巻目って。まず編だけを覚えると。で編っていうのは全部で8つしかないですから、ここすぐでも1分で覚えられますよね。で、その次、その第1編に第1章、第2章、第3章ってありますから、そういう形で覚えていくと。で、まずは条文のがどこに何があるかっていうのはしっかりと押さえていただきたいと思います。で、こういうふうに本来はね、制度説明型問題というのは2部構成で書くのが本当は型なんですけども、ただ今はやはり小問形式になってますので、総論を書けるっていうことがなかなかないんですよね。そうすると本来は総論で書くべき、これがその理解を示す部分でもあるんですけども、問題意識というのをじゃあどうやって示していくかというと、その条文の趣旨の中に問題意識を落とし込んでいって、そこで述べていくという、こういう形になることが多いですよね。はい、で次に、論点型問題なんですけども、論点型問題の場合の知識というのは学説に対する学説がどういう学説があって、自分の取る学説はどういう説なのか、大体論点型問題というのは、その例えば取締役が一定の行為をするときに、要求されている規定を守らなかったと、行為規範を守らなかった、その場合にその効力はどうなるんですかみたいな問題ですよね。だからイエス・ノーとか有効・無効とかできる・できないとかって、そういう形で、結論が分かれる問題のことを論点型問題と言ってます。で、その学説の内容とその理由ですよね。このですから理由というものがその学説の結論にぴったりと合ってないと、その矛盾がなく示せてないと理解を示すことができないということになりますね。で、論点型の問題というのは大体この3部構成になってまして、まずは問題提起というパートがあります。で、これはこの形にね、できるだけこの形で書くようにしていただいた方が、その試験員の先生に、その自分の分かってるっていうことをアピールできるので、ぜひこれは守ってください。問題提起って何をするパートなのかというと、事例から出発して、解釈対象となっている条文、さらにはその条文の中の特にこの言葉という文言ですよね、それが、その問題になっているというのが明らかであれば、それまで示すという形になります。で、その後規範定律といういわゆる条文解釈ですよね。問題提起で挙げた何条、この条文については解釈が分かれてますので、自分はどういう考え方を取るかというのが、この自説を書いて、でその理由をここがだから矛盾しないように書くということですよね。そして自説を補強する意味で反対説があればその反対説を書いて、例えば自説が有効説で書くならば、反対説は無効説を書いて、でその無効説はこんなにとんでもない説だという批判をしてですね、その上で自説を述べて、そしてその自説を積極的に補強すると、こういう形ですよね。で、この規範定律の部分というのがいわゆる論証と言われているところで、ここが一番点数が来るところですから、ここはもう暗記してないと書けませんので、ここはしっかりと覚えて書くようにしてください。で、あと論点型問題の場合、今ほとんど事例問題で出ます。事例問題で出るときには、まず事例ですから、例えばこうとかオツとか A とか B とかいうところから出発して、そして規範定律のところではですね、ここではそのこうとかオツとかA とか B っていうのは書かないっていうのが、これがお作法になります。事例から出発して、具体的にこうとかオツとか A とか B とかから出発して、条文につなげると。で、その条文の解釈ですから、これは、そのこう、オツ、A、B に限らずに、およそ取締役だったら、およそ監査役だったら当てはまるような論証を書いていかなきゃいけませんから、ここは抽象的に書くんです。で、最後にまた当てはめ結論で、問題提起に対応する形で、こうとかオツとか A とか B を出すと。でも、これだけのお約束を守るだけでも、随分とその読み手、試験員の先生が読んで、この人は分かってるなっていう目で見てくれますので、ぜひこれは身につけていただきたいと思います。で、まあ、こういうふうに理想的にはね、こういう3部構成になるんですけども、実際上は、その解釈にあんまり争いがないような問題ですと、問題提起を、行数が極端に短い場合も今ありますからね、そうすると問題提起と規範定律をこれも一緒に簡単に書いて、本問ではこれこれが問題となるが私は有効であると考えるとかっていうふうにして、その後、その当てはめをしっかり書くとかですね、あるいは逆に問題提起を独立させて、そして規範定律と当てはめの部分、ここを一緒に書くってこともありえます。当てはめが特に、たくさん書かなきゃいけない問題ではそういうことになることもありますけれども、やはり基本は3部構成で、まずはしっかりとそれを身につけていただきたいというふうに思います。はい、で、また1ページ目に戻りまして、でこういう形で、学識というもの、これはですから事前に準備ができるわけですよね。事前の準備をするわけですけれども、しかし、特に評価の重点を置かれているのが思考力、判断力、応用能力、論述力ということです。まあ、論述力だけは、これは実際に書く能力ですので、ちょっと別立てなんですけども、思考力、判断力、応用能力というのは、一体どういうふうに試験員の先生がこれを判断するかというと、それがこの合格答案というところに書いてあるように、皆さんがすでに持っている知識、学識、知識、理解というものが、それがこの問題、この本問における回答として表現されているかという、ここですよね。この関連性がしっかりと表されているかというのが、それが応用能力ということになります。で、これがずれていると、いわゆる論ずれということになりまして、ほとんど点数が来ないということになってしまいますね。ですから、まずは、その本試験会場では、この論ずれを起こさないためには、知識はしっかりあることを前提にして、ここですね、論文本試験当日にやることですけれども、論文本試験当日に問題見ていきなり回答を書く人なんてのはいないわけですよね。ですからまず問題文を解析して、そして条文は対応してもらえますから、その問題文の中からキーワードを探して、そして採点ポイントというものを見つけ出す。で、採点ポイントが例えば10個ある場合に、回答用紙の行数からすると5つしか書けないというのであれば、それを選択整理する。この一連の作業というのが答案構成という形になるわけですよね。そして答案構成については、これをですね、もう時間すみません、なくなっちゃいましたね。大問1問につき15分から30分ぐらいですよね。だから今、小問2問換算でこれぐらいで答案構成をして、そして残りの時間でそれを回答に仕上げてくるっていう、こういう作業をしてもらうことになります。で、それについては事前の準備としてですね、やはり基本的にもう今、事例問題でほとんど出ますから、だったら事前の準備としても問題集、理論問題集を使ってですね、テックでは理論問題集として102問も掲載してあるものを基本的な教材として使っています。そして問題文を読んだらすぐ回答例を読んで、そしてその回答例から自分で答案構成を作ってください。そしてその答案構成からすぐに解答例を作ると。で、もう一度今度は問題文から答案構成が浮かぶかということですね。この1、2、3、4のサイクル。で、これをどんどん速くなりますので、回していっていただければいいと思います。で、この中で圧倒的に重要なのが、この回答例から答案構成を作るという、このパートですよね。はい。で、これでまあ、インプットをしていただいて、あと、本試験までどうしても受けていただきたいのは、やはり論文グレードアップ答練ですね。もうこの答練、まあ、よく当たるという評判というか、まあ、実際よく当たりますので、ぜひまずこれをその受けていただいて、なかなか書けないというのであれば、この、インプット講座としてね、時間のある方であれば、ロングレの10コマの、これで大体50問ぐらい扱います。で、圧縮論文の方は3コマしかなくて、これで大体20問ぐらい扱いますので、時間のない方はこちらでもよろしいんじゃないかと思います。はい、ということで、時間来てしまいましたので、企業法はこれで終わりたいと思います。どうもありがとうございました。鬼村先生、ありがとうございました。はい、続きましてですね、租税法、東先生になります。よろしくお願いいたします。あ、これ喋っちゃって大丈夫ですか？はい、大丈夫です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。租税法を担当します、東です。学習切り替え法ということで、担当金のですね、受けた方お疲れ様でした。租税法は、担当にない科目、当然ない科目なので、ここまでこう担当前にどれだけやってきたかっていうか、担当受けてない方もいらっしゃると思いますけど、ここまで租税法を、しっかりやってきた方と、それからここから用意どんでやる方っていう、大きく二極化してると思うんですよね。これ受講生の中で、どっちのパターンもいらっしゃると思います。だからそれによってちょっと勉強方法っていうのは、違ってくるのかなっていうのはあるんですけれども、ちょっとまずは、出題傾向とかね、そこら辺を見ていってみましょう。はい。お配りしているレジュメですね。基本的にこのレジュメも読めば分かるようにできているので、後で、皆さん、じっくり読んでいただければと思いますけれども、まず出題傾向ですね、書いてあります。で、法人税、ご存知の通り、租税法は法人税と所得税と消費税、この3つの税目で、構成されている3科目ある、3種類の、科目があるんですね。で、全部で 100% だとしたときに、法人税がそのうちの 50%、残りの 50% を所得税と消費税が 25% ずつ占めてる。そんな感じの、出題の割合になってます。これはもう、過去ね、租税法が試験科目になって以来、ほとんど変わらないので、このパーセンテージだと思ってください。で、なので、一番、ウェイトが高いのは法人税法ということになるんですけど、その上、法人税法がどんな感じで出るのかっていうと、理論と計算でちょっと違ったりするんですけど、この出題の頻度表ですね、レックのテキストの順番に作られています。で、一番最初のブロックがテキストの1ですね。で、2つ目が2。で、3つ目のブロックが応用編という感じになるんですけど、やっぱり構成がね、出題頻度ごとに作られてるっていうこともあるので、一番最初のブロック、テキストの1になるブロックが、やっぱりすごく出るんですよ。なので、ここは押さえていただきたいというのはあるんですけれども、ね、2の方も見ると、結局まんべんなく出ていると。だからテキストの1と2っていうのは、なんかこう、山とか、そういうことではなく、もう全体的に出ちゃうって感じですね。で、比較的平易な問題が多いです。そんなに難しくなくて簡単で、考えさせずにもう反射神経で解けますかっていう問題が、比較的多いのがこの計算科目になってきますので、この部分だけは、やっぱカバーしておかないと解けないんですよね。だから、かといってね、一方で浅く広い知識だと、せっかく勉強しても解けないっていうんじゃ全く意味がないので、ちゃんと問題が解けるレベル。で、具体的にはテキストに載ってるような説例、あとは、基本問題集ですね。基本問題集ってちょっとちっちゃい冊子、レックで言ったらそういうのがあるんですけども、レックじゃない方は過去問ですね。こういうのも解けるような、レベル感になるかどうかですよね。実際問題を解けなければ意味がないので、なんとなく知識をなぞるというよりは、一論点一論点ずつ潰していって武器を増やしていってください。で、テキストで言ったときに、テキストの1と2になってくるので、法人税全体というとすごく重くて範囲がめちゃくちゃ広いみたいな感覚があるんですけれども、応用編に関してはこのご覧の通り出題頻度がめちゃくちゃ低いところになってくるので、先ほど申し上げたその時間のある方とない方ですねでいったときに、どちらの方もまずこの上のゾーン、出題頻度が非常に高いゾーンは必ず抑えていただきたいんですよ。で、できれば、ここは1と2はもうやっぱり完璧に抑える。ただ、どうしても時間がない人に向けては、1論点ずつ完璧にしていくっていうところですね。やはり、解けなければ意味ないので、一つずつ潰していって武器を増やしていくっていうところを意識して勉強するといいんじゃないかなと思います。はい。というわけで、時間ない方に関しては、1と2だけでいいのかな。1と2に該当する、このブロックの勉強だけでいいのかなと。で、時間がある方に関しては、この応用論点ですね。理論でもやっぱり出たりしますので、こういったところを、抑えて、武器を増やしていくということは、一つの方法かなと思います。はい。全体的にどんな感じかという分析は、書いてあるので読んでおいていただければと思います。次、法人税終わったんで、所得税ですね。所得税に行きますけど、所得税の計算っていうのは、もう勉強された方はもちろん知ってると思いますけど、所得ってその10種類に分けるんですね。個人の所得を10種類の所得に分けて考えます。で、ほとんどが計算問題も理論も、この10種類の所得の計算ができますかっていうところになってくるので、所得をその後合算して、例えばその所得控除の計算をしたりだとか、損益通算をしたりだとか、あと税額控除したりとか、その後半戦のところっていうのは、実はあんまり出ないんですね。ちょっと昔はこう結構聞かれてた傾向があるんですけど、最近のところで言うと、やはり、この最初の方ですね、利子所得、配当所得に始まり、雑所得までのこの10種類の所得が出ると。で、中でもこの事業所得、給与所得、譲渡所得、この辺も必ず出てますので、絶対抑えるということですね。で、事業所得はちょっとやっぱり重いんですけど、給与所得とか、それから譲渡ですね。譲渡の、所得なんかは、比較的こう、重くない、譲渡に比べる、事業に比べればっていうところですけど、部分でもあるので、特に給与所得ですね、を問題はもう絶対に取りこぼさないようにするっていうことですかね。だからそこら辺を、重要な論点はありつつも、縦に切っていったときにこうで、10種類ですね、10種類の所得で見ていったときにこう、例えばですけど、三輪所得なんていうのは出ないわけですよ。やはり出ない所得を、一生懸命やってもしょうがないところはあるので、三輪とか利子所得あたりは、ちょっと頭を休めて、出ないかなみたいな気持ちでやっていっていただければと思います。で、不動産所得とか配当所得とかも、ちょいちょい出るので、ここら辺は押さえておいていただければと思いますけども、そんな感じですかね。最近退職所得は、結構、改正が相次いでいるので、結構暑いかもしれないですね。ちょっとその暑いのは、予想を言う、回がありますので、そこで予想がなされると思います。私はちょっと出ないんですけどね、飯田先生が予想してくれると思います。はい。そんなわけで、所得税のところは、10種類の所得が、まんべんなく出てくるというところですかね。はい。で、あと消費税。消費税に関しては、これはもう勉強された方はわかると思いますけど、消費税っていうのは、その切り取り方が非常にこう難しくって、計算問題は特にそうですけど、ここっていう勉強をするのがすごく難しいんですよね。だから、全体の流れとして消費税っていうものの流れを抑えておかなくちゃいけない科目になってくるので、ピンポイントやるとしたら、この、売上対価の返還とか貸し倒れ、それから中間申告あたりのこう部分点が取りやすいところですね。ここら辺に関してはもう絶対に出たら取るんだっていう気持ちで、言っていただければと思います。もう勉強時間も本当に、数分というか、非常に少なく済むので、まあ、コスパもいいですし、ここら辺は絶対取っていただければと思います。ただ、消費税に関しては、まあ、そうですね、まんべんなく溶かされる問題でもあるので、全体的に出てくるっていうところですね。だから、あんまりこう予想する意味がない部分になってくるかなと思います。はい、そんなところになります。で、じゃあ学習法の内容に入っていくんですけども、理論と計算って分かれますね。で、全体100点のうち、理論が40点、計算が60点です。で、まあ、やはりその理論が、9題出るんですけれども、この9題をどれだけ取れるか、9題で40点なので、1問4、5点あるんですよ。だから点数が、計算問題は、最近はちょっと、項目が減ってるので、まあ、2点とか、まあ、それでも比重はね、昔の1点に比べればちょっと高くなってますけれども、1問解いてそれぐらいの点数だっていうところに対して、理論は1問解くと4点とか5点が取れるってなってくると、もうめちゃくちゃ重いんですよね。で、理論大事なので、やっぱり受験生も理論を抑えてくる。なんですけども、これを解けるようになるためにはどうしたらいいか。まあ、ここに書いてあることはちょっと、後で読んでいただければと思うので、まずはその計算をできるようにならないと理論ができないんですね。だから、計算を土台にして理論の勉強をするという、ことを忘れないでください。だから焦ってね、やばい、こんな比重の重い理論をやらないとまずいよっていうことで、計算が固まってないのに理論をやるってなっちゃうと、ちょっと、なんていうんですかね、もったいない、時間がもったいないですね。なので、まあ、学習法としては、全体の中で、その租税法にかけられる時間が、100% あるとしたら、そのうちの、まあ、70% とかは、までは、もうギリギリまで計算をひたすらやると。で、まあ、残りの 30% で理論を仕上げに行く。っていう方法の方がいいのかなっていう気がします。ただ、まあ、ここまで積み重ねてきた方々っていうのは、もう全体が100だとした時の積み重ねの部分はもうあるので、それを前提にすると、まあ、残りの時間これぐらいで、まあ、全体としての 30% ぐらいを理論に費やすって感じですかね。学習時間全体として。だから、そのちゃんと土台を重ねた後に理論の知識を乗っけるというか、ということです。っていうのは、まあ、理論の知識って今私言いましたけど、理論の知識って何かっていうと、新しいことってそのアウトプットをする方法ぐらいなんですよね。何を書けばいいかってことは、計算ができる方はもう頭の中に入ってるんですよ。ただ、じゃあ、漢字が読めるけど書けないのと一緒で、何を書けばいいのかなって、計算はできます。だから答えを言えって言われたらなんとなく書けるんだけど、それを文章にするのがちょっと難しいっていうぐらいのもんなんで、まあ、まずは条文を探すことと、それからその文章化することっていうスキルを磨くっていうこと以外は特段難しくないです。ある事象があったときに、これってどういう税法上どういう扱いをしますかみたいな話になるんですけど、それを損金算入するのかしないのかみたいなことになりますから、まあ、答えはもう、例えば法人税で言ったらもう2択しかないわけですよね。損金に算入される、まあ、加算か減算かっていう2パターンしかないので、答えは絶対すぐ分かる。だけど、じゃあそれがね、条文の中どこに書いてあるのか、どうやって文章を書くのか、そういう勉強をしなくちゃいけないということですね。で、なので、計算の知識が前提になって、それを土台に、その理論を解くという意味では、計算は 70% までは頑張って、ちょっと我慢して、やっていくというのがいいのかなということですね。はい。あまり時間がないので、あれですけども、あとはですね、圧縮というか、まあ、こっからやる方、こっから一から始める方っていうのは、もう全部やるのはもう絶対無理なので、やはり、重要性、をやっぱりちゃんと見極めていただいてやっていく。まあ、予備校、特にレックは、その重要な順番に、法人税法とかやってますので、重要なところをきちんと解く、みんなが解けるところを解くってことが大事なので、それを意識してやっていただきたい。で、あとは本番に向けて、計算問題なので、やっぱり早く解くことが大事なんですよ。なんで、ペース配分はしっかり考えて、時間を意識して、2時間を測って、2時間の中で理論にどれぐらい時間かけるのが自分は適切なんだろう。そういうことを考えて、勉強するといいかなと思います。漫然とやっちゃうと、ゆっくりやっちゃうとダメです。やっぱりスピードを意識して勉強するように、切り替えてください。ということですね。はい。ちょっと簡単ですけれども、こんなところで租税法の、学習切り替え法というところで、させていただきたいと思います。皆さん、本試験頑張ってください。佐野先生、お疲れ様でした。はい、じゃ続きましてですね、ちょっとその前に、またチャットに、レジュメの URL を貼ったので、遅れてきた方はこちらからダウンロードの方をお願いします。先ほどと全く同じものです。それでは、管理会計論と経営学、二宮先生、よろしくお願いします。はい、お願いします。ちょっと先に画面共有しますね。はい、大丈夫ですかね。大丈夫です。はい、じゃあちょっと始めていきたいと思います。管理会計と経営学担当する二宮です。よろしくお願いします。まずとりあえず管理会計論の方から始めていこうかなと思うんですけども、管理会計は他の科目と比べてみると比較的担当と論文で、そんなに大きな差のない科目にはなってくるのかなと思います。論文の問題とかもしかするとまた見たことない方とかもいらっしゃるのかなとは思うんですけど、論文式試験、総合問題形式にはなってくるので、形式的な違いっていうのはもちろん他の科目と同様にあるんですけども、総合問題といっても結局細かい設問っていうのがいくつも用意されていて、その設問一つ一つっていうのは担当の一問を解くのよりも分量は少なかったりしますから、一個一個の設問を解くにあたって、すべての資料に目を通さなければいけないっていう感じでもありませんのでね。なので、総合問題とは言っても、計算問題を解いていく上では、一個一個の問題を担当形式のものを解いていくのと、さほどそんなに変わりはないのかなというところになります。で、論文になってくると、やっぱり大きな違いとして感じるのは、理論の記述になってくるのかなとは思うんですけど、その理論の記述についても他の科目と違ってあまり長い文章とかを書く必要性がない科目だと。特にここ最近の試験っていうのは一昔前に比べてみるとそういった長い文章の記述問題っていうのは本当に減っていますね。文章の穴埋めとかですね、あるいはそういった用語のね、用語を答えさせる問題とか、用語の定義を2行ぐらいで答えさせる問題とか、そういった問題っていうのがここ最近の試験は増えてきているというところがありますんで、もう担当合格時の知識で十分ね、戦えるような、問題もね、多数含まれていると。あとはもう少しね、そこにプラスアルファで、理論の精度をね、高めるような勉強っていうのをしていただいて、2行、3行で、何かそういった特定の計算方法のメリットとかデメリットとか、その辺のところを回答できるように準備をするだけでもう合格ラインの得点っていうのを狙うことは十分可能なのかなとは思いますんで、管理会計に関しては、もう担当合格時のレベルっていうのが、ちゃんと維持できるのであれば、そこに少しプラスアルファでね、そういった理論の精度を高めるような勉強をしていただければ、合格ラインには達することができるというところで、完成させるのに、そこまで膨大な時間はかからないかなとは思います。ただ合格者の中でもね、相対的に結構いい点を取りたいとかっていうレベルになってくると、なかなか管理会計はコスパの悪い科目にはなってくるので、得点比率52っていうところを目指していく、そのレベルであればね、今の、担当合格時のレベルがあるのであれば、そこまで膨大な時間はかからないのかなと思います。はい。とりあえず、ちょっと具体的な対策とかも話をしていこうと思うんですが、まず担当と論文の違いとしてね、こちらの表にまとめていますけども、論文についても、これは2時間の試験になっていて、問題構成としては大問、2問ですね。で、それぞれ注文が2問ずつに分かれていきますので、総合問題4つをね、2時間という時間の中で解いていくような、そういった仕様の問題となってきます。で、配点は100点満点ということで、総合問題1問あたり25点の配点になってますね。で、近年の試験におきましては、担当式試験でもそうなんですけども、まあ、原価計算の分野と管理会計の分野で、それぞれまあ50点ずつ、まあ、第1問原価計算の分野、まあ、第2問管理会計の分野になっていて、まあ、管理会計の分野がやはりね、得点がちょっとしづらい問題がまあ多かったりすると。まあ、それは担当の時もそうだと思うんですよ。よほどまあ管理会計の分野が得意でない限りはですね、大体の受験生の方っていうのは、まあ、原価計算分野の方がまあ安定感は出ると思うんですね。で、それも論文の試験に関してはもう同様のことが言えまして、まあ、年によっては本当に管理会計分野の計算っていうのはもうほぼ壊滅みたいな、もう合否に全く影響しませんよみたいな、そういう年も中にはあったりはするんですよ。まあ、この注文2つともね、管理会計分野難しいみたいな年も中にあったりするんですね。で、それに対して原価計算分野は、そんなにすごい難しい年っていうのが、まあ、少ないと言いますか、もちろん難しい年は中にはあるんですけども、全く手も足も出ないかっていうと、そういうものでもないと。まあ、少なくとも注文どっちかは簡単だったりするケースの方が圧倒的に多いので、管理会計が苦手な方はね、やはり原価計算分野にしっかりとリソースを割いてね、これから対策を取っていくっていうのが、得点の安定感っていうところをね、確保する上では必要なのかなとは思います。はい。まあ、ちょっと問題の難易度についてはね、年々によってかなり変わってくる科目では、まあ、あるんでね、蓋開けてみないとわからないところではあるんですけど、ただまあ、大体合格ラインの点数ってことになってくると、素点で35点から45点。まあこれぐらいのレンジで収まることが大半ではありますんで、まあ、40点前後の点数を取ればね、まあ、管理会計で足を引っ張ることはないんだっていうふうに考えて、これから答練とかを受けるときに一つの目安にしていただくといいのかなと思います。はい。で、具体的にはじゃあ、この総合問題に対してどういう対策を取っていけばいいのかってところなんですけど、とにかくまずはね、総合問題の形式に慣れるっていうのが何よりも大事です。特に何か新しいね、知識をインプットする必要性とかっていうのは全くありませんので、もう担当合格時に網羅的に知識っていうのは習得しているわけですから、あとはまあそれをね、まあ、論文仕様に合わせてね、うまいことそれを活用して計算問題をね、解けるようにしていくっていうだけの話になりますから、これについては正直もう習うより慣れろの世界なんですよ。こちらが手取り足取りレクチャーするよりも、皆さんの方で今まで培ってきた知識を使いながら、まあ、そういった仕様の違うというか形式の違う問題に対して、まあ、しっかりと慣れる作業をしていただくっていうのがとにかく必要な作業とはなってきます。で、その際にぜひやっていただきたいのは、先ほどね、東先生の方でもお話がありましたけど、できるだけ時間をね、計測しながら解くということはやっていただきたいんですね。というのも、今までね、たくさん受験生見てきていますけど、管理会計がそんなに苦手でもないのに、本試験で失敗をしてしまった人っていうのもこれまでたくさん見てきたんですよ。で、その方っていうのはどういうミスが一番多かったのかっていうと、最後の問題に時間を残すことができなかったっていうミスが多いんですね。前から順番に解いていって、気づいたらもう最後の問題に入る頃には残り5分しかありませんと。まあ結果的に大問というか注文丸々1問ですね、総合問題丸々1問計算はできませんでしたみたいな、まあ、このミスをやらかしてしまうと、本当に年によってはものすごいね、得点比率を落とすことになっちゃうんですよ。もう総合問題ごとにね、問題の難易度が変わってくるので、もう一番最後の問題に一番簡単な問題が置かれてるみたいな年も中にはあるんですね。そこをしっかりと取らないとね、偏差値で52っていうのを確保するのが難しいっていう年がありますから、まあ、とにかく最後の問題に最低限20分はね、絶対残しておかないといけないわけですよ。そのためのタイムマネジメントっていうのをしっかりとね、肌感覚で、培っていただくために、グレードアップ答練なんかを解いていくときに時間を計測すると。で、この直近の担当を受けられてね、まあ、それ以前の時にまだ論文の勉強とかされていなかった方は、これから完全にね、まあ、さらな状況でまあ論文の対策をしていくのかなと思うんですけど、一応まあ論文のグレードアップ答練は、今年の2月から始まっているものになりますので、もう今の段階で6回目ぐらいまではもう終わっているんで、まあ、その終わった6回分に関してはね、これも別に時間を計らう必要性はありませんので、とりあえず総合問題に慣れるためにね、慣れるための教材として使ってもらって構いませんので、まあ、残りのその7回目以降と、あと模試のところですね、ここはちゃんと時間を計測して緊張感を持って、まあ、2時間の中で、まあ、その得点を最大化するための訓練をね、していただくっていう、この作業をやってください。モスタブについてはね、論文っていうのがどういうレベルの問題が出てくるのかっていうのをね、理解していただくための教材として使ってもらえれば特に問題はありませんので、そこはもう自習用教材として活用してください。はい。もうとにかくこれが一番やっていただきたい作業にはなりますので、論文の形式に慣れていきましょう。で、次に、じゃあ計算力とか、あるいはね、そういった理論の力っていうところを高めていくために何をしていけばいいのかっていうところなんですけど、計算力についてはもう高めるっていうよりは現状維持ですよ。現状維持。これをね、何か躍起になって伸ばそうとするっていうのは、非常にコスパの悪いことになりますんでね。もう計算をすごい底上げしてね、これでぶっちぎろうとかっていうふうにあんまり考えるのはね、得策ではありませんから、計算力は現状維持できるレベル、その今までやってきた反復演習っていうのをまた継続的にやっていただいて、知識のそういった漏れっていうのがないようにしていくっていうのが大事です。で、具体的な教材としては、この担当対策時に使っていた問題集ですね。レック生の方だったら上級問題集がありますんで、それを引き続き回転させてください。もうね、見飽きたっていう方もいるかとは思うんですけど、それでもね、やっぱり日々回転することによって、そういった知識の忘却っていうところを防ぐことができますんでね。もう筋トレと同じでね、休んでしまうとやっぱり筋力っていうのは衰えてしまいますから、そこはもう日々のね、ルーティンワークとして必ずやっていただく作業としてはね、入れ込んでもらえればと思うんですけど、あるいはプレトーレンをね、反復するっていうのでも構わないんですけども、プレトーレンまだね、着手したことない方は、もう今からやる時間っていうのがあんまりないのかなとは思いますんで、もうこれはもうやらずに、上級の問題集で基本的な知識っていうところをね、しっかりと維持していく。この作業っていうのをしっかりと怠らないように気をつけてください。で、できればね、担当対策時にやっていなかった問題とかもあるんだったら、それも含めてやっていただくといいかと思います。やってない問題がね、半分以上ありますとかだと、それはもうあんまりやらない方がいいのかもしれないですけども、各章ごとに2、3問やり残した問題がありますってレベルであれば、それも含めてやっていただいた方がいいですね。というのも、管理会計はちょっと特殊な科目というか、通常論文になってくると、担当よりも知識の範囲っていうところは求められる範囲っていうのは狭くなるのがね、普通の感覚だと思うんですけど、この論文の管理の計算に関して言うと、より広い知識っていうのが要求されるんですよ。より網羅性っていうのを追求していく必要性があるんですよ。なんでかっていうと、担当だと別に1問解けなくても、その1問の失点で済むわけですけども、論文の場合、1つの論点っていうのがわからないと、総合問題丸々計算っていうのをミスる可能性が出てくるんですよ。丸々1問っていうのは粋かもしれませんけども、1つの計算方法がわからないと、もうその、計算でね、配点として10何点振られているところの、そのうちのもう8点分とか飛んでしまうとかっていうのがざらにありますんでね。非常に怖いんですよ。異物式に間違いが連鎖する形になりますから、設問の1ができないと2番もできないし3番もできないということになりかねないんでね。計算についてはとにかく穴がないような対策を取ってください。昨年度の試験で言うとね、減損の安定発生っていうのが第1問の問題1で問われているんですけど、これちゃんと解けた方っていうのは、昨年度の試験で管理会計結構点はいいんですよ。逆に取れてない方っていうのは偏差値で40代なんですよ。もう減損の安定発生をやってるかやってないか、それだけの差なんですよ。それでもう得点比率がね、天と地ほどの差になってしまいますんで、かなり怖いんですよね。やっぱり平均得点のね、小さい科目になってくるんで、その1点の重みっていうのがかなりあるんですよ。他の科目よりも1点の重みが重たいと思ってもらうといいかとは思うんですけども。だからとにかくね、計算の論点に関しては、穴をなくすっていうのを今後の対策としては、心がけてもらえればなとは思います。はい、で次に理論なんですけども、理論については、さすがに担当の方がね、より広い範囲が問われますんで、論文になってくると管理会計の総論的な内容とか、原価計算基準の細かい内容とか問われませんのでね、もちろん基準の内容とかも問われることはあるんですけども、細かい知識っていうのが要求されることはありませんので、細かいところをね、覚えるっていうよりは、ちゃんと土典型のところをね、正確に記述できるように対策を取っていくと。それを心がけてもらいたいと。で、5月のね、担当対策時に上級講座捉えていた方であればね、担当のテキストっていうのがあったかと思いますけど、そこに私の講義見られていた方であれば、論文ではここを覚えてくださいねっていうふうな、そういったね、アドバイスをしていたかと思うんですけど、その部分だけをね、担当テキストを使いながら覚えるって作業をしてもらったらいいですし、これからまた、改めて、その上級講座っていうところが直近の動画を受けておらずに、8月の論文対策で理論の対策何かやりたいって方は、やはりこの理論問題集ってことになりますかね、一番いい教材としては。あるいは圧縮講座のね、レジュメを使っていただくっていうのでも構わないんですけども、グレードアップ講座を捉えている方については、理論問題集を回転させると。で、これ非常に重たい教材になってくるんですけども、もう典型度が A のものだけに絞ってね、もう問題と回答の部分だけを見ていきながら、高速回転していくっていう作業をしていただければ、結構分厚い教材ではあるんですけども、そこまでね、1回転するのに膨大な時間はかからないのかなとは思いますので、その典型度 A のところにも絞ってやっていくと、もう範囲絞ってもらって理論に関しては構いませんからね。もう理論でそんな網羅的な知識っていうのを身につける必要性はありませんから、出てきたときに合格者が平均的に解いてくるような、正確な回答を記述してくるような理論の部分ですね。そこをちゃんとね、遅れを取らないように対策を取っておくと。それを心がけていただくだけで十分なのかなと思います。はい、よろしいでしょうか。で、あとはですね、これからのちょっと優先順位とかっていうのを示しているんですけど、過去問もちょっと見ていただきたいんですよ、過去問。もう直近の試験で構いませんのでね、大体どういうね、形式の問題が出ているのかっていうのをざっとで構いませんので、見てみてください。実際に解かなくても別に構わないんでね、問題見て、解説の動画とかも YouTube に上がっていたりしますから、それを見て、ふむふむというふうにね、大体のレベル感とか、こういう問題が出るのかっていうのを確認していただければいいかと思いますので、1年分ぐらいはね、最低限やってもらいたいかなと思います。はい。で、あとはね、さっきご案内した通りなんですけども、基本的に伸ばすって感覚よりはね、慣れるっていうね、これが一番重要な作業にはなってくるんでね、この論文という仕様に慣れてくださいと。で、理論についてはある程度暗記も必要にはなってくるんでね、問題見て回答を覚えるっていう作業ですね。これはしっかりとやってもらいたいなと思いますね。結構ね、その暗記という作業がめんどくさくてサボる方っていうのがいるんですけど、やっぱりその典型的な理論っていうのを素早く正確に吐き出せるようにしておくっていうのは、回答のリズムを作ることができるんですよ。特に総合問題とかを解いていくとね、やっぱりその流れっていうのがありますんでね、途中の理論でつまずいちゃうとね、計算とは別に分離されている問題であったとしても、あまりいい流れでね、計算に着手することができなくなりますんでね、典型的な理論っていうところをそつなくしっかりとね、完璧な回答っていうところを作り上げることによって、安心感を持って計算に臨むと、それがね、非常に重要なのかなと思いますんでね、理論が計算を牽引する部分っていうのが必ずありますから、もう土典型の理論っていうのはね、もう覚えてしまってください。で、あとは最後ね、時間のかけすぎにはとにかく注意をすると。あんまり時間をかけすぎてもね、抜本的に管理の計算とかを伸ばすっていうのは難しいところがね、残りの期間だとありますんでね、もうこれはもう基本的にさっきも言った通り、現状維持っていうところをね、重視して、あまり時間をかけすぎないっていうところをね、心がけてください。皆さんがね、目指すのはやはりその全体の得点の最大化ですから、管理会計だけいい点数取ってもしょうがありませんからね。全体最適っていうのを目指す上では、管理会計の優先順位っていうところは、全体の中でも少しね、優先順位を下げてもらってもいいのかなとは思います。はい。以上がね、管理会計についての、ご案内ということになりまして、続いてもうちょっと経営学の方に移っていきたいと思うんですけども、経営学についてはね、租税法同様に担当対策時には全くやっていない科目ということで、これまでね、授業を受けられていた方も中にはいらっしゃるかとは思うんですが、完全に初見の方というか、これから始める方もいらっしゃるとは思うので、なかなかね、大変な科目ではあるんですけど、ただこれから始める方でもね、他の科目よりも覚える量は圧倒的に少ない科目にはなってきますので、残りの期間はそんなに長くはありませんけども、残された時間は少ないですけども、十分ね、合格水準の得点っていうところを確保できるようにはなっていきますから、そこはね、教材を信用して進めてもらうといいのかなとは思うんですけど、ちょっと経営学についてもね、知らない方もいらっしゃると思いますんで、ちょっと概要だけお伝えすると、第1問と第2問に分かれていて、第1問が経営管理、これは理論の分野ですね。組織論とか戦略論とかっていう、皆さんがいわゆる経営学っていう学術名をね、聞いたときに想像する分野ですよ。一方の財務管理っていうのは、これ一般的にファイナンスと呼ばれている分野ですね。ファイナンスとか金融工学と呼ばれている分野になりますけども、この2分野に分かれていって、で、この経営管理分野は理論で、財務管理分野は計算ということになります。で、それぞれ配点としては50点ずつの100点満点の試験で、大体ここ最近の試験の合格ラインっていうのは50点半ばから大体60点前後のね、点数になってくることが多いかなというところで、6割取ればね、基本合格ラインに達するんだと考えてください。6割って聞くと結構高いなっていう印象を受けると思うんですね。さっき管理会計のね、素点での合格ラインっていうのが大体35点から45点の間、40点前後に収まることが多いですよって話をしたかと思いますけど、管理なんかね、これまで皆さん膨大な時間をね、かけて勉強してきて、それでも論文の試験では40点ぐらいしか点が取れないって感じになるんですけど、経営学なんかはね、割と付け焼き刃でも点が取れるような問題が多いので、一個一個の問題が簡単なんでね、素点での合格ラインの点数っていうのも他の科目よりも高い点数になってくると。よく考えれば当たり前なんですけど、経営学ってね、あたかも必須科目のように思われてますけど、選択科目なんで、他の必須科目とは位置づけがやっぱり違うんですよ。そんなにここに膨大なね、リソースを受験生に割くことはできないということをね、試験の先生方も想定されていますから、問題はね、そこまで難しくならないというふうに考えてもらっていいかとは思います。ただ、最近はね、ちょっとファイナンス分野が難しくなってきていて、その手も足も出ないかっていうと、そういう問題ではないんですけど、どちらかというと、その問題的にこれ読み取りが難しいなみたいな、そういう問題的にどうなのみたいなね、内容とかもここ最近っていうのはちょっと増えてきつつあったりするので、そういう問題別に解ける必要性がないんでね、大多数の他の簡単なところが解いていれば別に問題はないんですけども、ただそれこそ10年ぐらい前と比較すると、ファイナンスっていうのはだいぶ難しくなってるなっていう印象はありますね。今なかなか7割を超えて得点目指していくっていうのが難しくはなってきているので、合格者でもだいたい6割ちょっと超えるかなぐらいの点数になってきますかね。はい。で、経営管理の理論の方はですね、これだいたい5割から、これも年によって6割ぐらいっていう感じになってくるのかなと思いますけど、かなりばらつきがありますね。はい。こっちはもう難しいとか簡単とかっていう分野ではないので、基本的に知ってるか知らないかの世界になってくるんで、もう知識問題が問われます。もう事前の対策で全て決まってくると思ってください。まだちょっと問題とかね、見たことない方もいらっしゃるかとは思うんですけど、こんなこと言うとちょっと怒られるかもしれないんですけど、経営管理の分野はね、結構問題がくだらないんですよ、正直ね。もう用語を知ってるかどうかっていうだけの話になってくるので、わざわざ論文の問題として出す必要性があるのかなというふうに、私なんか思っちゃうところはあるんですけども、ただ論文の科目なんでね、対策は取っていかざるを得ないんですが、基本的に用語を答えさせるか、この用語の意味を答えなさいっていう問題ですね。あとちょっと特殊な計算問題とかも最近の試験ではね、1問2問用意されていたりするんですけども、この計算問題っていうのもね、ここ数年分とかの試験とか見てもらうといいんですけど、単にもう地頭を問うような計算問題なんですよ。経営学の理解とか関係ないんですよ。もう地頭的にね、その問題に対応できるかどうか、数列の知識とかあるかどうかみたいなね、そういう問題が出てくるだけなんで、そこはもう対策の取りようもありませんから、もう大部分のそういった用語問題のところですね、そこをしっかりと正確に回答を出せるように、網羅的に用語の暗記を進めていく必要性があります。はい。これについてはもう覚えるしかないんで、英単語を覚える感覚でね、問題集とかを回転させながら、一個一個の用語をね、正確に頭の中にインプットしていくっていう作業をやっていただくことになります。はい。もう経営管理の分野はそういう英単語を覚える勉強と同じなんで、1日15分とか20分とかね、ちょっとずつ時間をかけながらやっていくっていうのが望ましいんで、隙間時間でも勉強しやすい分野になりますから、できればね、皆さん、自習室とかに移動するね、時間があると思いますんでね、その移動時間の中で見ていただくとか、お風呂とかで見るとか、トイレで見るとかでも構わないんですけども、その生活の中の隙間の時間にね、経営管理っていうのを分野のね、勉強を入れ込んでいただくと、無駄がないのかなとは思います。はい。がっつりね、今日は経営管理やるぞっていうので、1日5時間とかをね、やってもあんまり意味がありませんからね、日々の生活の中で少しずつやっていくってことを心がけてください。で、一方の財務管理の分野はこれ計算なんで、もう他の計算科目と基本一緒です。内容的に理解して、で、問題演習を行って、そこの理解度を深めて、その問題に対する対応力を上げていくっていう作業をやっていただくだけなんで、簿記とかね、管理の計算の対策と何ら変わりありませんから、一旦講義の方を受講していただいて、基本的な内容が分かったならば、じゃあ問題演習して知識確認するっていう、その作業をやっていただくだけになります。で、財務管理の分野は、幸いにしてそんなに範囲も広くないですし、すごい覚えることが多いかっていうと、そういうわけではありませんので、ここはね、結構コスパのいい分野ではありますね。少ない勉強時間でそれなりの得点っていうのを狙うことができますんでね。80点、90点とか取ろうと思ったらね、相当難しいんですけども、60点ぐらいの点数であれば、そんなに大きな時間をかけなくても十分にね、それぐらいの点数は確保できるようになっていきますから、まずはとりあえず講義を聞くところから始めていただければなと思います。で、具体的な回転用教材としては、このグレードアップトーレンを使ってください。グレードアップトーレン。その計算問題集とかもね、論文の講座にはついてくるんですけど、もうそれをやってる時間っていうのはね、おそらくないかと思いますんで、グレードアップトーレンを回転用教材にしていただいて、それを完璧に仕上げるっていう作業をやってください。で、あとはちょっとお時間に余裕があれば、過去問を見ていくと。財務管理の分野っていうのは特に改正とかもありませんので、過去別にどこまで遡ってもらってもね、今年の試験の対策には有効ですんでね。10年前の過去問でも20年前の過去問でもですね、20年前のものは入手できないと思いますけども、そういったものでも別に使用していただくことはできますんでね。過去問レビューなんかを取っていただいて余裕があれば、そういった過去10年分とかの問題を解いてみるっていう作業をやっていただくと、少し安心感を持って本試験に臨むことができるのかなとは思います。はい、一方、経営管理の分野については、とにかくレジュメを読み込んだりだとか、あと一問一答問題集っていうのが、この講座に付随している教材としてあるんですけど、これは外版書籍ではありませんので、普通に講座取っていただいた方にね、ついてくる教材になってくるんですけど、これはもう英単語帳みたいなものになってきます。レジュメに掲載されている単語を抜粋して、この単語の意味をね、答えさせるとか、単語を答えさせるっていう仕様になっていますんで、これを回転用教材に使ってもらっても構いませんし、レジュメを読み込むっていう形で勉強してもらっても構わないですし、それはもうどっちでも構いませんので、いずれか好きな方法というかね、やりやすい方を選択してもらうといいかと思います。で、経営管理分野はね、講義については、一応聞いてもらった方がいいはいいんでね、いいはいいんですけど、正直本試験でもね、理解を伴うような、理解しているかどうかを問うような問題っていうのが出てくることはほとんどないので、もう知ってるか知らないかなんでね、別に講義を聞いて理解を深めるみたいなことをやる必要性があまりありませんので、もう見るにしても倍速で視聴するぐらいで構わないかなと思います。大体どこが重要なのかっていうところが講義の中でもお伝えしているところではありますので、そこを倍速で聞きながら確認するぐらいでもいいかなと思います。もうそれもめんどくさければやらなくてもね、なんとかなるのかなとは思いますんで、もうその人のね、取れる時間によってね、どこまでやるのかっていうのは考えていただくといいかとは思います。はい。で、あとはね、お伝えすることとしては、経営学っていうのは、他の科目と違って本試験でも時間が余る科目です。時間が足りないっていうことは、まず経営学では起こり得ませんので、大多数の方は大体20分から30分ぐらい本試験でも時間余りますから、もう検算する時間がね、全然あるぐらいですんでね、普段のそういった答練とかを解くときにも、時間を計る必要性は全くないと思ってください。もう時間無制限でやってもらっていいんでね。だからもう分かるまで考えてもらっていいですし、2時間計る意味はどこにもありませんので、そこはもう気にせずに、もう模試の時だけね、2時間という時間の中でやるってことをやっていただければもう十分かなと思いますから、普段の演習ではそういった時間感覚っていうのを培う必要性はないと思ってください。はい、よろしいでしょうか。一応、総括すると、財務管理はとにかくグレードアップ講座、これ1回目から10回目までですね、あるいは圧縮講座を聞いていただいて、で、その上で論文グレードアップ答練、これをもう何回も繰り返してやっていくと、もう5回、10回と繰り返しやってください。で、理論対策としては、レジュメの読み込みか、あるいは一問一答問題集ですね、これを回転させるという形で進めていただければ、問題ありませんので、こういった方針でね、今後、勉強をどんどんね、進めていってみてください。はい。以上が、管理会計と経営学ということになりますので、皆さんね、これからまた大変かと思いますけども、残り3ヶ月ね、悔いの残らないように、しっかりと勉強を進めてみてください。お疲れ様でした。二宮先生、ありがとうございました。先ほどちょっとレジュメの URL がですね、間違えてまして、ページがありませんという、ウェブサイトにこう飛ぶような状態だったんですけど、今、チャットに貼っているものが正しい、URL になります。申し訳ございません。こちらの方をですね、ダウンロードしていただければと思います。はい。続きまして、財務会計論、影山先生、よろしくお願いします。はい、大丈夫そうですかね。聞こえますかね。聞こえます。見えてます。はい。それでは、ね、最後かな、財務会計論ですね。始めさせていただきます。担当式試験ですね、お疲れ様でした。昨日の担当式試験、財務会計論はですね、前回の12月に比べればですね、少し難度がですね、上がって、なかなか解き応えのあるようなね、問題だと思いますけれども、ここからですね、5月合格して、続いてですね、8月目指していく中で、もうね、3ヶ月切っていますので、やるべきことを必要最小限に絞ってね、ちょっと進めていかなければいけませんので、今日はね、そのためちょっとですね、アドバイスということで、一言二言ですね、コメントをさせていただきます。はい。で、論文式試験のですね、財務会計論というのは会計学5号という位置づけで、ここにもある通りですね、会計学の第3問、第4問、第5問が、財務会計論になります。第1問、第2問が、管理会計で、3問目、4問目、5問目がですね、財務会計論で、2日目の、ね、午後、3時間の、ね、時間の中実施されます。配点はですね、他の科目と比べてですね、2倍、200点満点の配点が用意されていますので、やっぱりね、会計試験、財務会計論がですね、非常にキーとなる科目であることはですね、これ論文試験、本試験においても変わらないです。で、その中でですね、この第3問、第4問、第5問っていうのがですね、どういった問題形式なのかというのは、ここ8年ですね、ずっと変わらないんですよ。なので、一応この8年というものをですね、前提として、第3問、第4問、第5問の出題傾向、内容っていうものをお伝えさせていただくと、まずね、第3問なんですけれども、第3問はですね、基本的に個別論点の2テーマ。なので、例えばですね、リース会計と減損会計とかね、キャッシュロー計算書と、株主書と変動計算書とかですね、個別論点を2テーマ、計算がですね、出題されて、そして、その計算に付随する理論が、ちょいちょいとですね、出るような形なんですね。で、配点はですね、第3問60点で、おおよそですね、1テーマ30点の配点。計算が25点、理論が5点。っていうようなイメージになります。で、この5月担当合格者は、この第3問のですね、計算をですね、拾っていくというか、ここは落とせないと思ってください。というのもですね、結構個別論点の計算はですね、優しめな問題が多く、で、かつですね、多少担当生に、有利に作ってるっていうわけではないと思うんですが、担当生の方がですね、論文専念生よりも、ちょっと有利じゃないのかなって思うような知識の問題とかがですね、たまに出題されるんですよ。少し細かめな知識。で、例えばね、論文の可燃度生なんかは、こんなのね、担当の時にやったけど、もう全然忘れちゃってるよっていうみたいなものがですね、結構この第3問でですね、出題されることがありますので、これ、ね、担当を受けた方の方がですね、記憶が新鮮で、この第3問のですね、穴埋め問題なんかはですね、比較的解けたりするんですね。はい。ですから、この第3問の個別の計算というのはですね、この5月受かった皆さんがですね、一番有利にですね、進めていかなければいけないところで、かつここを落としてしまうと、可燃度生やですね、12月合格生とですね、差をつけられてしまう可能性がありますので、はい、もうこの第3問をですね、何としても死守していかなければいけないと思ってください。はい。で、具体的な対策はね、この後ちょっとですね、まとめてお話をしていきますので、とりあえずね、この第3問がですね、この皆さんのキーポイントになる、問題なんだと思ってください。はい。そして続いて第4問。第4問はですね、基本的に理論問題になります。ここが本当に財務会計論の論文式試験の理論っていうですね、ザっていう感じなんですけれども、ここは本当に理論と、あと、仕分けの問題やですね、計算をですね、させる問題もたまにあります。ちょろっと計算させて、例えばストックオプションで株式報酬費用の金額を求めなさいってね、計算させて、それに関連する理論をその後バーッと聞いてくると。で、この第4問はですね、仕分けとか金額を問う問題は、これはですね、5月担当合格者でもきちっと点数を取ることができるぐらいに、平易な問題で、レックのフォーサイトテキストの説明レベルの問題ですね。仕分けや金額が問われる場合は。で、理論部分はですね、やはり関連度性の方がですね、知識がまあ豊富にありますので、まあその関連度性とですね、対等に理論をですね、書いていくというよりは、まあやっぱり遅れを取らないようにね、必要最低限、講義で扱った、まあ、ここ覚えてねって言った部分をですね、なんとかコンパクトにですね、覚えて、まあ、それをですね、写し込んでいけばいいのかなというですね、戦い方になってきます。で、ここもう数年、まあ、このね、8年ぐらいっていうのはですね、大体同じような傾向なんですけれども、論文試験の理論問題っていうのはですね、まあ、言い方はちょっと悪いんですけども、暗記吐き出し型の問題が多いです。多いです。まあ、これがですね、まあ、吉と出るか凶と出るか、ね、やったって思うか嫌だなって思うのかは、もう皆さん次第、まあ、個人のね、個人差があるとは思いますけれども、結局覚えたものを吐き出していくと点数が取れるような内容にかなりなっているんですよ。ね、なので、すごい応用的なですね、問題で、その場で頭をひねってですね、考えて回答を導き出す問題っていうのは、そこまで多くありません。まあ、実はね、令和4年は多少あったんですよ。でも、令和2年とか令和3年っていうのは、本当にそういう問題が少なくて、覚えたものをですね、まあ、問われている内容にですね、多少形を変えてですね、書き落としていけば、もう満点が取れるようなですね、そういう問題がほとんどなんですよ。ということは、第4問の対策っていうのは、まあ、この後ですね、まとめてお話をしていきますけれども、基本的には覚えましょうってことなんですね。なので、知識が多い人が有利なので、これなかなかね、可燃度性、には、勝とうと思っても難しいんですね。だからさっき見てみたく、まあ、遅れを取らない。必要最低限抑えていきましょう。ということで、まあ、点数的にですね、まあ、どの科目もそうだと思いますけれども、論文試験って総点ベースで別に満点取るとかですね、9割取るとかっていう必要はないわけですよ。財務会計で言えば、総点ベースで、まあ50%、まあ200点中の100点取れれば、基本的には合格に達すると思ってください。はい。まあ、すごい優しい時でも110点ぐらいかな。もう110点あればですね、もう、本当にお釣りが来るぐらいのですね、点数を取っているっていうふうに思って構わないので、まあ、それぐらいですね、の点数で OK なんですよ。っていうことは、裏を返せば、半分近くは失点できるんですね。はい。ですから、まあ、この5月にね、合格された方も、とりあえず知識でですね、真っ向勝負をするんではなくて、まあ、必要なところをコンパクトに抑えていくっていう姿勢が重要になってくるのかなと思います。はい。で、最後、第5問ですね。第5問はですね、もう基本的に連結回帰の総合問題に理論を絡めたね、出題になります。ただ、これ近年はですね、単項式方式にも言えることなんですけれども、連結回帰の総合問題優しめです。先日のね、単項式方式の総合問題、最後の3題はめちゃくちゃ難しい問題でしたね。あれはもう近年ですね、稀に見る久々のですね、難しい問題かなと。もう、この8年の中とかね、10年ぐらいのスパンで考えてもですね、総合問題のね、最後の3題っていうのは、なかなか難しい方、もう1番か2番ぐらいに難しいレベルの問題だったかなと思いますので、まあ、こう解きやすいってのはまあ嘘じゃないかと思うかもしれませんけれども、はい。ただまあ、そのね、昨日の最後の3題っていうのは別にして、それ以外は、やっぱり解きやすいんですよ。昨日もですね、その問題23、24、25はね、もう絶対解けなければいけない問題ですし、12月の担当、そしてさらに1年前の5月の担当、総合問題解きやすかったです。そして論文試験で見ていくと、昨年の令和4年、その前の令和3年、非常に解きやすい問題がですね、多くて、で、これはですね、論文試験のですね、合格発表の翌日かな、当日に、公表される、その試験問題の出題意図の中にですね、これ令和3年の出題意図なんですけども、連結回帰の複雑な処理や細かい集計量がね、膨大な、単にね、集計するだけだったりだとか、複雑な知識を問うような問題は出題しませんと。連結回帰の本質を理解しているかどうかっていうところにですね、主軸を置いた出題にしますよって、ちゃんとですね、監査審査会の方から公表されているんです。ということは、いたずらに難しく複雑な問題っていうのは、基本的には出題されないんだなっていうスタンスで構わないです。はい。じゃあ、昨日の問題は何なんだっていうかもしれませんが、まあ、ちょっとそれはさておきですね。はい。なので、まあ、優しめな問題が多いということは、これ5月の担当合格生にとっては非常に朗報なんですよね。はい。担当の時の知識で戦えるんですよ。で、ただ、やっぱり膨大な総合問題ですね。連結 PL や連結 BS をゼロベースで作っていくっていう総合問題に関しては、まあ、あまり慣れていない方が多いと思いますので、そこに慣れていくっていう対策は必要になっていきます。ただ逆に言うと、連結回帰の総合まで解くために新しい知識を入れていく必要ってのは基本的にないんだと思ってください。もう皆さん担当の講義の中で、連結会計、企業結合事業部に含めて、論文に必要な知識は 95% は担当の学習の中で皆さんですね、もうインプットされているので、あとはその総合問題形式に慣れるってだけなんですね。はい。で、ここはね、十分に戦えます。戦えますので。またこれも後で対策の方ですね、まとめてお話をさせていただきます。ということで、まあ、論文式試験、会計学5個財務科系論ですね、このようなですね、形式になっています。そして、これ全体としているんですけども、括弧の2番。長い文章を書かせる問題は減少傾向にありますので、イメージとしては、5、6行の記述を要求される問題が数多く出題されると。5、6行ですね、イメージですよ。もうざっくりですけれども。なので、1題の問題に対して、企業法のように、その十何行とか回答行数があってとかっていう問題は、財務だけはありません。多くて、まあ、10行の問題がね、2年に1回ぐらい出ますかね、1題だけとかね。それぐらいなので、基本的に5、6行の記述問題が多く、さっきも言った通り、覚えたものを問われている内容に対して、まあ、ちょっとね、形を変えて、移していけば、まあ、記述していけば、十分に合格ラインが、得られるので、ここにある通り、論述力よりは問われている内容、問われていることに対して、素直に、まあ、簡潔に答えることができるかどうか、まあ、これが勝負の分かれ目になります。はい。ということで、まあね、ちょっと面白くないかもしれませんけれども、結構覚えることがあるんだと思ってください。はい。で、まあ、具体的にね、ここから何をしていくのかというと、まあ、そのあたりグレードアップトレーの範囲とかどうでもいいので、はい。その下ですね、学習法、ここですね。はい。まあ、5月ね、合格された方は、基本的に論文の圧縮講座を受講するということが前提になるので、まあ、圧縮講座の初回でですね、また過去問なんかもですね、配布してますので、ちょっとそこと合わせてね、また第3問、第4問、第5問なんかを見てもらえればいいと思うんですけれども、まあ、まずね、講義を受けて、その講義で覚えてねと言ってマークを引いた部分を覚える。これがまあ、やっぱり一番大事なところですかね。やっぱり第4問の理論ですね。そこに関しては覚えてなければ戦えないので、まずね、きちっと素材を覚えていくと。で、時間がですね、皆さんの場合だともう3ヶ月切っていますので、試験まで。なので、圧縮講座でですね、必要最低限ですね、覚えていただきたい部分に関しては紹介をしているので、ね、なので、まあ、こう、広くというよりも、まあ、狭く確実にですよね。10の知識で、その強度が、まあ、6とかですよね、イメージとしてね。10の知識を強度6で抑えるんじゃなくて、4ぐらいの知識を強度、まあ、9とか10で抑えていった方が、まあ、絶対に戦えるわけなので、いいですか？だから、可燃度生や12月生とかはですね、その10の知識を強度6とか5とかそういうあたりで抑えてくると思うんですよ。まあ、できる方はそれでも強度7、8ぐらいまで上げてくると思うんですけども、皆さんはそこまでのね、広い範囲をですね、掴むことがなかなか厳しいので、時間的に。なので、まあ、4とか5ぐらいの範囲を、高い強度でですね、9とか10っていうですね、レベル間で抑えていく必要があると思ってください。はい。まあ、もう一個理論はですね、圧縮講義でですね、マーカーを入れた部分を抑えていくと。もうそれで覚えていく。ね、で、それがまあインプットの方なんですね。じゃあアウトプットどうするのか。理論のアウトプットはどうするのかっていうと、これはですね、もうグレードアップ答練をですね、ベースに、理論のアウトプットの練習をしてください。で、グレードアップ答練はですね、まあ、本来ならね、まあ、時間分かって解いてほしいところではあるんですけれども、5月に合格された方はですね、とにかく時間がないので、グレードアップトールも時間かかって解いて、で、復習のためにフィードバックしてっていうことをやっているとですね、結構時間かかってしまいますので、ここに書いてある通り、グレードアップトールは問題集代わりに利用してください。問題集代わり。で、まあ、グレードアップトールとですね、もし全部で11回あるんですけど、まあ、全部ね、その問題集代わりに使ってしまうと、まあ、時間配分だったりだとかね、時間感覚を養うですね、まあ、そういった場がなくなってしまいますので、まあ、答練もし合わせて11回あるうちの、まあ、だいたい7回ぐらいはもう問題集代わりに使ってください。で、まあ、残った3回とか4回をね、ちょっと時間を測って、まあ、どういう問題から解いたらいいのかとか、これぐらいのスピード感覚で解いたら何とか解き切れるとかっていうですね、そういう感覚を養うために、まあ、3、4回分は使っていただきたい。なので、まあ、7回から8回分ぐらいはですね、もう普通に問題集代わりに使っちゃって構わないです。でその中で理論は、もう答練出したものはね、きちっと、抑えていく必要があるんだと思ってください。でですね、ちょっとこの下にですね、このグレードアップ答練の出題論点表っていうのがあります。まあ、これはですね、サンプルなので、別に今年の、グレードアップ答練のですね、実績表ではないんですけれども、財務会計論はですね、グレードアップ答練終わったらですね、答練のレジュメというのがあります。で、その答練のレジュメにですね、その答練の中でどういった論点の問題を出題したのかっていう論点と、それに対応する理論問題集のですね、ポイントリスト番号が書いてある表をですね、お配りします。はい。まあ、ここですね。で、このポイントリストっていうのがですね、論文式試験の学習のベースになっていく、いわゆる理論問題集のページ番号だと思ってください。リスト番号。ね、で当連で出題したこのポイントリストに関しては、ね、もうガチッと押さえていく。それね、圧縮講義の中でも、このポイントリストの重要性のランク表は配るので、まあ、そのランク表に従って、皆さんインプットをされると思いますが、そこに加えてね、当連で出た論点、まあ、当連で出た論点に該当するポイントリストの部分は、さらに重要性を1ランク上げて、覚えていくようにしてください。はい。なので、普段ね、圧縮講義の中で使っているポイントリストのランク表と、この当連で配布している、ランク表、出題実績表の中のランク表をちょっと照らし合わせてみて、重複している部分がもう最重要ということなので、そこは精度高く記述できるように、意識してね、抑えていくようにしてください。はい。これが理論の対策になります。まあ、圧縮講義の中である程度範囲は絞っていますので、さっき言ったみたくね、10の範囲ではなくて5の範囲で強度を高めるという意識は持っていただけると思います。はい。そして計算ですね。計算に関しては、もう個別論点はですね、今日この時の皆さんの力を基本的にキープしていただければ OK です。OK です。なので、担当時の教材で、個別論点は学習していく。あとはグレードアップ当連でですね、特に第6回目からかな、後半第6回目からは完全に本試験形式で出題していますので、第6回目からの第3問は個別論点になりますので、まあ、そこをね、まあ、ちょっと本番の練習として解いてもらうというイメージで構わないです。で、基本はグレードアップ当連の個別論点は解き捨てで構わないです。解き捨てで構わないです。はい。まあ、繰り返し解いてる時間ね、なかなか設けることできないと思いますので、もう解き捨てで構いません。はい。これが個別論点。基本的に個別論点自体の力っていうのは担当合格時の力をキープする。それで OK です。ただ、極端な苦手な分野があれば、そこは皆さん自分自身で弱点補強をしてください。はい。そして次、連結。連結はとにかく総合問題に慣れる必要があります。知識のプラスは基本いらないです。上積みはいらないので、総合問題に慣れると。で、そのために、グレードアップ当連1回目から4回目の計算部分を繰り返してください。グレードアップ当連1回目から4回目。これを論文式本試験の回転用教材、総合問題の慣れるためのですね、教材だと思ってください。で、もし余裕があれば、ここにプラスして、プレ当連の6回目から10回目、プレ当連の6回目から10回目、ここも繰り返しといていくということで、余裕なければグレート1から4。余裕があればグレート1から4にプラスしてプレート6から10の、問題を繰り返しやっていくと総合問題になれることが十分にできますので。で、あとはグレードアップ当連の、連結会計の問題は解き捨てで構わないです。解き捨てで構わないので、繰り返す問題は、まあそれでもいいですけどね、グレート1から4までの計算部分とプレート6から10まで。なので全部で9台、できれば繰り返してほしい。時間なければグレート1から4でいいです。グレート1から4プラス、グレート5以降の総合問題は解き捨てで OK というスタンスで構わないです。はい。まあ本当にね、残り3ヶ月ないですから、やるべき内容というのはこれぐらいしか多分できないと思うんですよ。で、中心はやっぱり理論の覚え込みになると思いますので、はい。なので、まあ、当然ね、総合問題になれるっていうことで練習ね、計算の練習はしていく必要はありますけれども、まあ、とにかくね、理論を覚えていく。時間があれば理論を覚えていくですね。まあ、先ほど二宮先生もね、隙間時間でっていう話をしましたけれども、まあ、財務会計に関しても暗記は隙間時間でもできますので、何かね、一つテーマを決めて、リースとかテーマを決めたらですね、じゃあ今日の移動時間はリース全部覚えていきましょうとかってことで、頭の中でリピートし続ければですね、ある程度定着化していきますので、机に向かったときは結構ね、電卓を入れる計算作業。まあ、これはね、財務会計に限らず、租税法なんかもそうだと思うんですけども、やっぱ電卓っていうのは机に向かってね、打つことができるので、移動時間とかなかなか難しいと思うんで。なので、まあ、移動時間なんかね、なるべくね、一つでも二つでも、まあ、これ別に財務会計に限らずね、隙間時間で覚えていくっていうのが、特に5月のね、合格者の皆さんに関して言えばですね、非常に重要なことになってくると思いますので、まあ、極力ね、無駄な時間をですね、省いて、なんとかね、日常生活の中でもね、覚えていくようなですね、まあ、隙間時間の学習ものを取り入れていくといいのかなと思います。はい。まあ、いずれにしてもですね、まあ、この3ヶ月ない中で論文のですね、内容合格水準まで持っていくっていうのはですね、大変ではありますけれども、はい。でもね、なんとかね、やりきればですね、合格もで十分に見えてきますので、はい。ここからはですね、本当に3ヶ月弱、意識のある時間をすべて勉強するぐらいなのでですね、勢いでちょっとですね、辛いけれども頑張ってね、やっていってください。はい。それではですね、財務会計の方からは以上となります。お疲れ様でした。はい、影山先生、ありがとうございます。画面共有をちょっとですね、停止していただいて。はい。では最後ですね、監査労の草加先生になります。よろしくお願いいたします。草加先生、左下のミュートを解除していただければと思います。マイクがオンになってないですね。はい。あれ、聞こえますでしょうか？ごめんなさい。はい、聞こえます。はい、申し訳ございません。すみません。はい。はい、それでは最後、監査論、始めたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今、画面も見えてますでしょうか？あ、画面見えてます。もうちょっと拡大していただけるといいかなと。はい。これで。上の方にプラスボタンを押して大きくしていただければと思います。はい。これでいけますでしょうか？はい。見えてます。もうちょっと大きくすると嬉しいかなと。はい。はい。大丈夫です。はい。それでは、監査論を始めさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。まずですね、監査論最初にあえて試験日時を書かせていただいたのは、皆さんね、ご存知の方ももちろん多いと思うんですが、監査論は初日の1科目目なんですね。なので、とても、皆さん緊張して受けられるっていうのは、皆さん同じ状況ですけども、そういった科目になります。なので、思いのほか監査論は差がつく、ね、結果として差がついてしまう科目と言えると思います。逆に言えばですね、ちょっと人よりもできると、科目合格しちゃ皆さんいけないんですね。全科目受かんなきゃいけないですけども、科目合格できるレベルの、点数が取れてしまう科目でもあるというふうに、実際ね、そういう科目ですので、まずは監査論ね、一見すると見たことない問題であっても、学習済みの場合が多いので、とにかく落ち着いて取り組むと。これが本当に重要になります。で、ちょっと精神論的なことになっちゃいますけれども、とにかくですね、焦るんですよ。最初の科目で、監査論が全然できなかったら、会計士試験全体として受かんなくなっちゃうんじゃないか。監査論で足切りになったら、もうこの後受けても意味ないんじゃないか。こういうような精神状態になりかねないので、とにかくできるところから埋めると。もうこれは監査論、他の科目もそうでしょうけども、特に監査論では鉄則です。逆に、どんどんね、できるところが埋まっていくと、会計試験、まず1科目目で落ちることはなかったな、みたいな精神状態になれるので、これはね、とても大きいです。そして、監査論は問題ごとにばらつきがとても激しくて、簡単な問題と難しい問題は入り混じって出ています。なので、極端なこと言えば第2問の一番最後、2問構成なんですけども、2問目の一番最後、の問題が一番簡単ということも十分にあり得るんですね。なので、問題の順番を、気にせずにね、とにかく全体を見て、そしてできるところから解いていくっていうのがとても重要になります。で、次にですね、日時の次に書いてあるところで、近年の本試験における出題形式ということで、これはね、大問、2問形式であることが、これはもうずっと10年以上、大問、2問形式、これはね、試験の出題の、CPAOB の発表でもそう書いてありますけれども、ただ、どういうふうな出方をするかっていうと、第1問が理論問題、第2問が事例問題、これがですね、ここ10年の中でほとんどこのパターンです。ただし、事例問題の割合が増えてきているので、第1問から事例問題が出てくる、あるいは第1問は理論的な問題が多いんだけれども、その中にちょこっとだけ事例が混じっているというようなことは十分想定しうるんですね。ですから、これも先入観を持って、第1問は理論問題だ、第2問は事例だ。いうふうに思っていて、2問とも事例だと、意外とね、そこで試験1科目目、監査論で焦ってしまって、できなくなってしまうとね、これもったいないですから、もうどんな形式の問題が出ても、別にね、ひるまないで、とにかくできるところを取っていくんだ、この精神状態をね、とにかく維持してほしいと思います。で、1個誤解されている方が多いんですけども、事例問題の方が難しいというふうに思われている方、多分多いと思うんです。けれども、実際、蓋を開けてみると、理論問題で差がついてます。はっきり言って、事例問題で差がつくっていうのはね、あんまりなくて、もう皆さんね、大体団子なんです。同じぐらいの点数、同じぐらいの偏差値なんです。で、ここから抜きんでようと思っても、そんなに大差ないし、そんなに失敗しても、低い点数ってね、あんまり取らないんですよ。で、これはおそらくですけども、財務会計論のね、知識がだいぶ役に立ってるんじゃないかなというふうに思います。財務会計の知識があればですね、例えば減損の問題とか、監査論でよく出ますけれども、あるいはね、貸引きの問題、売掛金の評価の問題とか出ますけども、財務会計と結びつけて、ある程度かけてしまうんですね。一方で、理論問題はそうはいかないんですよね。例えば、示唆採用の根拠。こういうのが、入門でもね、担当上級でも論文グレードアップ講座でも、どこでもやる超基本論点なんですけども、合否の差っていうのは意外とそういうところでついてます。過去の受験生でもそうでした。この受験生は絶対に受かるというふうに思っていた受験生が、実は示唆採用の根拠という入門でやるような論点が全く書けてなかったと。これで1年棒に振ってしまったということがあるんですよ。なので、実は理論問題の方が難しいです。皆さん、出来不出来がはっきりしますんでね。なので、そういった認識で理論問題をバカにせずにね、やるってことは、これから残された時間、大事だと思っております。で、その下の回答上のポイントですね。回答上のポイントいきますけれども、これ最も大切なのは問われていることに答えることですということで、とにかくですね、聞かれていることにまっすぐ素直に答えると。これが一番難しいんですけどね。暗記を吐き出していい問題だったら、それはそれでいいんですが、問われていること、ちょっとだけね、角度を変えて問われたときに、その角度を変えて問われたことに対応して答えられるかっていうことは大事です。で、ここに理解が大切ですって書きましたけれども、ここはね、もう担当合格レベルの理解があれば十分だと思ってください。知識も十分です。理解も十分。なので、これね、二宮先生も影山先生もおっしゃられてましたが、もうね、この時期は監査論も暗記ですよ。はっきり言って、暗記をね、どれだけ進められるかっていうのは、とても重要なポイントになります。で、何をやるかっていうのは、この後ね、下で最低限やっておくべきことで見ますけれども、とにかく、ここで理解が大切っていうのは書いてありますけども、ちょっとそこは誤解しないようにしていただきたいと。もう理解も知識も、現状で十分と。で、その下、難しそうな問題に見えても、知っている内容から回答できることが多いですと。で、喚起法は参照できますが、必要ない部分まで書き写さないようにしてくださいと。あと、回答形式で論述しなさいって言ってるのに、箇条書きにしてしまったりね、箇条書きで答えなさいって言ってるのに、論述形式で書いてしまったりしないようにしてくださいということがポイントとしてあります。で、最低限やっておくべきこと、ここが皆さんね、一番気になるところだと思いますけれども、とにかくですね、監査論は、もう知識は先ほども申し上げた通り十分ですので、あとはいかにアウトプットできるかと、これにつきます。で、ここが、監査論、他の理論科目もそうだと思いますが、一番難しいところですよね。で、時間もそうたくさんあるわけじゃないと言ったときに、もうね、それこそ覚えるしかないんです。で、覚えていくうちにですね、書き方のポイントというのもつかめてきますが、とにかくこれはもうね、全力でやらないと間に合わない。で、何をやるかといったら、もうこれは論文プレ答練、そして論文グレードアップ答練、公開模試、もうこれにつきます。逆に言えば、これを完璧にできれば、はっきり言って、科目合格レベルの点数が絶対取れると、ね、言っても過言ではないぐらいです。ですので、とにかくですね、論文プレ答練、グレードアップ答練、公開模試、これを繰り返しやっていただきたいんですね。で、そうは言っても論文プレ答練15回あります。グレードアップ答練10回あります。ね、そんなできないよという方いると思います。で、どっちをやるべきかと言われるとよく聞かれるんですが、これはね、正直難しいです。ただ、基本論点もちょっと危ういなと、全く書けないなという方は、論文プレトーレンの15回を完璧にしてください。もちろん両方やっていただきたいですがね。で、論文プレトーレンって言っても、これ、プレってついてますが、過去の本試験の問題を解題して、ちょっとね、角度を変えて問うているような問題、そのレベルの問題、たくさん出ていますので、プレと言いながら、結構難しいです。なので、本試験にも十分対応できると。で、さらにですね、応用論点を論文グレードアップ答練で出してますので、余力のある方というか、両方やってほしいですが、論文プレ答練大丈夫だよという方は、やっぱりね、グレードアップ答練10回もしっかりやっていただいて、公開模試ね、ここまで押さえていただきたいと思います。で、あとね、丸2番として、監査基準の改定全部、これはですね、なんでここであえて書いてるか。不正リスク対応基準の設定全文もそうですが、これは本試験で参照できないからですよね。で、参照できないからこそ、試験委員の先生はここから問題作りやすいんですよ。ね、ここの部分を回答させればいい問題だったら、みんな参照することができないのでね、勉強した人が解ける問題ということになりますので、監査基準の改定全文、特に監査基準の方ですね、そして、不正リスク対応基準の設定全文も、これもよく出ますので、ここはしっかりと、読み込んでいただきたいと思います。特に監査基準の改定全部はね、いまだに平成14年の改定全部、14、17、このあたりよく出ます。あと平成30年、で、令和元年と、令和2年ですね。はい、このあたりをしっかりとね、押さえていただきたいと思います。で、過去問は直近1から3年分程度と書きましたが、これはね、もう極端なこと言えば1年でも監査論の場合はいいかなというふうに思ってます。なぜならば、プレ答練、論文グレードアップ答練で、過去問のポイントとなるような大事な問題は全部解題して入れてますので、そういった意味では、過去問は本試験の言い回しとか、形式に慣れるために見てほしいという程度なんですね。ですから、もう過去問はね、むしろ音読するぐらいのね、つもりで、音読を心がけて、1年分から3年分やっていただけばいいかなというふうに思います。そして、論文プレ答練、グレードアップ答練、ちょっと戻りますが、書く時間がないよという方のためにね、どうするかといったら、もちろん一度は書いてほしいんですよ。ただ、もうね、どんどん回転させたいという方は、回答を見ずに頭の中で文章を言ってみると、声に出してでもいい、もちろん声に出した方がいいですけども、回答を言ってみる、その後に必ず答えを見るようにしてください。これ回答を見れば、正直、担当合格されている皆さんね、はっきり言って、回答を見れば分かるんです。ああ、そういうことね、分かってしまいます。でも、分かるのと書けるのは、もう明確に違いますから、頭の中で喋ってみてね、あるいは声に出して喋ってみて、それでできるかどうか。確認した後に回答を見るようにしてください。はい、なので、とにかくもう監査論はプレ答練、グレードアップ答練、そして公開模試で、それをやりながら、監査基準、あるいは喚起法とか品記法を参照して、本試験でもね、参照することになれると。いうこと。そして、レジュメにもね、戻っていただいて、辞書代わりにレジュメを使っていただくと。もうこれがね、監査論はもうこれだけと言っていいと思います。はい、で、次のページにですね、一番下のはいいんですけども、答案構成について、ここだけね、触れて終わりにしたいと思いますが、時間がとにかく監査論はありません。ね、経営学と違って時間がないです。で、第1問、第2問で、大体60分ずつかけるのがいいと思いますが、もちろんね、第2問の方がボリュームが多そうだったら、多少こうずらしてもいいですけども、基本的には同じ時間をかけるといったときに、全体の、ね、問題を読む時間として、1問5分から10分ぐらい取っていいと思います。で、どこの問題からやるかを決めるのが、ね、まずできるところから埋めるっていう観点から非常に重要ですので、まず、そのね、どこからやるかを意識していただきたいと思います。意識するために通読、ざっと読んでいただきたい。そして、答案構成ね、これも、1問20分から25分ぐらいかけてもいいと思います。で、何を書くかっていうね、キーワードだけでも答案構成をして、そして最後、最低30分は時間を取って、もう書くだけの時間を作ると。いうことね。ただこう書いてますけども、先ほど言った通り、もう答案構成なんかしないでも書けちゃう問題、ね、2行ぐらいの回答欄のものも結構ありますから、そういうのはどんどん埋めていくと。ね、なので、ちょっとここね、書き方分かりにくいかもしれないですが、通読はやってください。第1問、第2問、ざっと読む。これは先にやります。で、その後にもう埋めれる問題は回答を書いてしまう。で、それが終わったら答案構成をやって、その答案構成をしたものについて論述していくと、ね、いうことを心がけていただくと、なんとか2時間で、問題全部に触れることができると思いますし、監査論は問題をに触れなかったと、これが一番リスクがありますからね、実は簡単な問題が一番最後に隠されていることがあるので、それを見ずに試験時間が終わってしまったっていうのだけは避けなきゃいけないということなので、まあ、そういう意味でもね、最初に問題の全体を読むと、これ、第1問で5分から10分通読をした後に、その後ね、書けるところを書いていって、答案構成いくっていうよりは、第1問で全体を読んだら、第2問も全体を読むと。でとにかく1問2問の全体を把握した後に書ける問題を書く、そして答案構成に行くというふうにしていただくのがいいと思います。はい、まあ、その他とかね、のところはまあ後で読んでいただければいいですし、その後に過去問のね、出題論点一覧もありますが、まあ、これは参考程度に挙げてます。結構まんべんなく出てるってことが分かると思いますが、この辺はすべてプレ答練、グレードアップ答練、公開模試でカバーしていますので、まあ、直近の1年から3年ぐらいの問題を音読して慣れていただくというところで十分かなと思います。はい、監査論はこのぐらいです。はい、それではお疲れ様でした。はい、草川先生、どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、担当の試験が、昨日終わりまして、まだまだですね、皆さんかなり疲れは溜まってるとは思うんですけども、ぜひですね、早い段階で論文式試験のですね、学習も、進められるようにしていただければと思います。このですね、合格発表までの期間をですね、しっかり対策されている方とそうでない方だと大きく差が生まれますので、ぜひですね、まだあと3ヶ月、ね、合格されていることを前提としてですね、頑張っていただければと思います。はい。本日はですね、ご参加いただきまして誠にありがとうございました。最後、レジュメのまた URL ですけども、ダウンロードできていない方は、こちらのチャットからダウンロードしていただければと思います。はい、それでは、本日は以上になります。お疲れ様でした。先生方、どうもありがとうございました。はい、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。ありがとうございます。このまま、終了させていただきます。失礼します。